これ来たよ。あ、160円やった。200円渡しとった。はい、関門トンネルです。はい、何回目の関門トンネルかな、これ全然ピエド。あ、そう見えない。あ、チラチラ見えない。前泊まってたよね。今住んでる？あ、もう住んでる。あ、もうすぐでリンクに着きます。ねえ、本当だ、すげえ。ほら、前これ行ってくれんかったもんね。んで、違うとこぐわー行ったやん、覚えと。うわ、めっちゃこれ遠回りになったとか言ってさ。そうですね。こっちか、こっちだよね。止まってる、やっぱり。マジで、本当に。だから何、今止まるの。なんか前ここに来たような気がする。でもでも、およそ200m。合ってる。左方向、入り口です。ここ左だと思うね。位置的にここしかない。あ、大丈夫か、今回は。わー、やった。なんかすげー分かりにくかったね。左方向です。目的地は左側です。お疲れ様でした。おもちゃのソフトってあるよ、クエちゃん。ここなんだ。あったよ。食べたことある。頭がそのまま乗ってますよ。おお、なんか魚がいっぱいあるね。自家製のオリジナルゼリー。じゃあ、これだ、あれでしょ。かぼちゃのコーン、一つでいいです。あ、一つ。はい。おー、すごい。ちょっと、大容量。落とさないように頑張る。そこ行く？うん。うわ、すっげーうまそうやな。あ、かぼちゃや。かぼちゃ大好き、くるちゃん。うまい、やばい。ほら、パパも、はいはいはい。自分で持てや。うわ、もう溶けてきてる。後でかぼちゃが来るという。かぼちゃ大好き、くーちゃんから100点。うん、100点。ねえねえ、わあ、ここすごいね。500円って入れれるって自動販売。そんなのも知らんと。何しようと、くーちゃん。バンライフ。いいじゃん、いいじゃん。自動販売機の500円入れるか入れれないくらい。触らないで。500円がわからん人が触らないで。怒った。走る人は気持ちよさそうやね。夕焼けすごいだろうね。おー、いいね。こんななってる。よかった。ねえ、ポーポー。はいはい。防府市の夢タウンに来ました。ね、甲府市の夢タウン来ました。やっほー。24時間のコインランドリーもあるの。今甲府市の夢タウンなんですけども、東京に行く途中の道の駅が4時間以上走らないとなくてですね、ちょっとどうなるかっていうところです。ひとまずは進みましょうか。うわ、原爆ドームだね。
出した、思い出した、くーちゃん。何キロ走った？すっげー走ったよ今日。100何キロぐらいやないと。200キロぐらい走ったよ。200キロ？